ははいこんにち離離婚役当番離婚当カウンセラーの渋川芳です本日もですね私のご相談者の中から、えー、いただいたご質問の中で皆さんと共有していきたい内容をお話しさせていただければと思います。これはですね、あのー、今回、えー、今日を取り上げるのはですね、えー、と少し、えーまあ、前の時期的には、まあ、以前のですね、えー、ご質問になりますけれども、えー、そうですね、まあ、あのネットでもですね同じようなご質問がありまして、 えー、話題になっていたことがありますが、あのー、浦和のです、ねえー、女性の方からご質問をだいたことがありまして、えー、女性はです、ね、離婚したら慰謝料を必ずもらえますよねとっていうようなこうご質問があったんですね。 はいでえー、その時にですね、まあ私もですね、まあ、いただいた当初はちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、その方の場合はですね、まあ、具体的に、えーまあ、あの少しだけお話をしますと、まあ、あのご結婚の期間というのはそんなに長くはなかったんですね、えー、なんですけれども、まあ、ちょっと離婚をしたいとで、まあそれまあ、理由については今ここはちょっとあの触れませんけれども、まあ、あ,のあ,のある理由があって、まあ、離婚したいと慰謝、まあ、料に関してはこのぐらいですよねみたいなこう、まあ、お話があって。でですねえで 実際にですねご結婚の期間がですね、まあ、3年ぐらいだったんですね、で結婚期間3年なんで慰謝料は300万ですよねとこうおっしゃられたんでえうんと、それはどういうことでしょうかねと、逆にこうちょっとこうご質問させていただいたんですね、でそうすると、ですねその方が言うには、インターネットの方でこうで見たところ、ですね女性は離婚をするときには、1年あたり慰謝料100万円必ずもらえると、そういうふうに書いてありましたと。 いうふうふにこう、まあ、えーまあ、おっしゃとまあ私というのはちょっとびっくりしたんですけどもそれ聞いた当時はですね、えーまあ、だいぶ前の話なんですけども、えー、いやいやえっ、ー、とそれはですねえー、っと嘘ですねとはっ,きりはっきり言ってそれは嘘だと思いますよとでそうしたらまあその方でまあそれまあインターネットがまあ今ほどまだ普及してなかった頃なんですけれどもまあインターネットっていうのがこう、まあ、一般にこう普及し始めた頃ですかね。えー であのいやいや、インターネットに書いてあることで嘘なんてないでしょでまあ言われてです、ね、いやいや、まあ、インターネットだけじゃないですけど世の中、まあまあ嘘も本当にいろんなことありますからあのそれはないと思いますよと無条件に女性だから慰謝料がもらえるとかあるいはまあ1年間あたり100万円もらえるとかあのそういうことはないのでそうすると例えば20年結婚生活を送って離婚される方っていうのは無条件に慰謝料が2000万ということになりますよねって言ったらえそうなんでしょみたいなことをこう言われてですね えー、で私は、まあえー、まあ3年だから300万もらえますよねみたいなこう、まあ、お話だったのでいやあのそういう決まり事はないので車両ってのは、まあ、あくまでも慰、ま、謝、あ、すべき、えー、ようなね、まあ、ことがあってのことですから例えば、まあ、お互いに、まあ、特にこうそういう慰、ね、車両の対象になるようなことをしてないとか、まあ、悪いことしてないとかいいことも悪いことも何もない、まあねえー、というのはまあそういうケースで離婚もありますからそうするとお互いに車両とかっていうのはないんですよって男女の首 とかもありませんよってお話をさせていただいたんだけれども、まあ、その方ちょっとですね、まあ、納得しなくてですね一応丁寧に一生懸命説明はまあさ,れた、まあ、させていただいて、まあ、最終的にはまあご理解いただいたとは思ってるんですけれども、えー、そんなような形でまあ女性はこう離婚すると必ず慰謝料をもらえると。でしかもまあ、えー 1>, 1年間あたり、結婚生活1年間あたり100万円もらえると、でそういうふうにこう書いてあったと、今でいうとフェイクニュースみたいな、まあ、感じなのかなと思いますけれども、まあ、そうじゃないんだろうなと思います。で、あのまあ、ちょっとびっくりしたのは、ですねあの、まああまあ、その間ですね、今までの間にも、もちょっとこれ、昔の話なんですけども、今までの間に、ですね数人の方から同じようなご質問いただいたことがあるんですね。 数十人もいないですけど、まあ、あの数人の方から頂い,いてその中にはですね「いやそんなこと本当どこに書いてありました?」とかってこう聞くと「ですねいや弁護士さんのホームページに弁護士さんの言葉で書いてありました」とかって言われたことがあっていやそれは多分その事務所の弁護士さん害虫、うん、か何かのお願いしちゃってこう自分で書いてらっしゃらないんじゃないのかなとか、まあ、弁護士さんがまあそんなことをおっしゃるっていうことはまあないとは思いますけどみたいなこを 話したこともあるんですけどもまあ,あのとにかくですね女性だから必ず離婚したら慰謝料をもらえるとか、えー、ということでもないしもちろん男性だからもらえないっていうこともないですし慰謝、えーまあ、料等に関しては最終的にお話し合いですけれども、まあえー、折り合いがつかなければ調停とか裁判っていうことになって、まあ、裁判官が最終的に決めたりとかっていうことになっていきますのであの、まあ、1年間ごとにいくらとかですねそういう,こう決まり事があるわけではありませんのでまああの まあまあネットの世界とかもですねまあ正直、嘘が多いです、え。ー もう本当にまあ私なんか見てて結構嘘だらけだなって思うことも多いですからあのよくよく気をつけてですね正しい情報をあのまあ、見て読んで、えー、知識としてまあ入れていただいてですねそれであのまあ、離婚するにしてもそうじゃないにしてもですね、えー、まあ、納得のいく方向に進めるようにしていただければと思いますはい、えー、本日はここまでとさせていただきますえまた、えー、最後まで聞いていただきありがとうございましたえチャンネル登録と高評価の方もですねよろしくお願いいたします。 ありがとうございます失礼いたします